先生先生先生付けいやあ先生ケースでよ紐だけど今日もパチ打つなんちゅうタイトルやねん。タイトルの通りです。今回は美人で巨乳な女の人になって相方っていうかパートナーの金でパチンコ打ちまーす人間としてクズだなこの人。でもさ、そういう人間としてクズな主人公のフリーゲームほど人気出ないものってないような気がするよな現にこのフリーゲームってすごい今人気出とるらしいけんなそういうやべえ主人公がおるフリーゲームこそ人気が出るようなものだと思うよな。フリーゲームってそんなものやと思うよな。始めまーす、いくぜ。主人公の名前を変えますか。デフォルト名は誠、ヒロインから何々くんって呼ばれる。あ、ここはいつも通り、せつけいくんにしとこうか。せつけいくんでよろしいですか色目使ってくる。俺を呼ぶ人が全員色目使ってくる名前にするわ。オッケー。ありがとうございます。せつけい様。ゲームを案内しよう人ですら俺に対して色目使ってくるからな。このゲームにはオートセーブが実装されています。セーブスロットをお選びください。じゃあ、スロット一番上でいいや。オッケー。始まるぜ。来て。起きて。せつけくん。わあ、呼べ。朝の呼べが始まった。ミサっていう女の人から朝の呼べが始まった。女の人。がこの人もめっちゃおっぱい大きいな。美人やし。おはようございます。せつけくん。あれ？これあれなんやな。ゆりカップルなんじゃ。女性で同士で同棲しとんやな。そうやな、最近同性愛とか結構そういうの可決しちゃうところもあるらしいし、そういう関係があってもいいよね、女性同士の恋愛っていうのも。おはようございます、ミサ先輩。あ、後輩なんじゃ。俺が先輩の紐になるって罪深すぎるわ先輩の紐になるとかすごい罪深すぎる関係性になってるやん。うん、寝癖ついてます。朝ごはんあるので食べてくださいね。あ、これ渡しておかなきゃ。開幕さ数分でいきなり一万円札バッて出すなお前はい、今日の分です。日給一万円なんやけど、日給一万円やけど、どんな体に負担のある仕事をしたらこんだけもらえるんだって話やなこれが紐ってやつか。彼女は、姫冠美沙。すごい名前やな、名字。あ、大企業のご令嬢なんじゃ。そりゃ、いちいち1万円出せるな。いや、出すなよ、でも。出せても出すなよ。どんだけ愛されとんじゃ、俺は。もともとはサークルの先輩で、今は俺を養ってくれている人。彼女との出会いは、5年前、大学のオタクサークルの飲み会で、だった。あれ？俺って言うたけど、あれ？え？この人があのスタート画面におる人で、あれか。主人公別にあれなんか、スタート画面にある、あの人じゃなかったやな。女の人かと思っとったじゃないか。スタート画面のあの人が主人公、俺かと思っとったらさ、この人か。あのスタート画面映っとる人、髪型えらい違うけど、あれその辺ちょっと誤解しとった俺。はじめまして、新入生のせつけんくん。ですよね。おい、初対面の頃からこんな色目使っていたのか、お前は。私、2年の姫冠美沙です。よろしくお願いします。わ、いきなりこんな人から、入学早々こんな人から声かけられたらさ、俺大学生活、プライドやなって。もういける、もう大学生活勝ち組やなって思ってしまうよな。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。わ、主人公のテンプレとして陰キャなところあるからな。あの先輩もクロサークルにいるってことは漫画とかゲームとか好きなんですか。はい、大好きですよ。サークルに入ったのは今年からですけど。あ、同期なんじゃ。ってことは割と同期なんじゃ。好きな漫画はグラップラーバッキとウソクイと喧嘩家業です。グラップラーバッキ聞いたことある。あばばばばばばえ、俺もそうなんですよ。本当嬉しい。あ、そっから今の関係に至るんやな。
実はラノベ作家を目指してて。すごい、小説書くんですか？今度見せてくださいね。俺のなんかでよければ。いや、まあ先輩が気に入るかわかんないんで、そんな期待しない方がいいですよ。本当ショートなんで。いいえ、せつけーくんとは気が合うし、きっと私は楽しめると思います。きっと読ませてくださいね。約束ですよ。大学入学したてでさ、こんな趣味の合う、しかも美人な女の人とか絡めるとかさ、勝ち組どころじゃねえか。ティアワンやで、お前。ティアワンやで、お前。大学ガチャ、ティアワン入ってるで、お前。作品を見せると、先輩は本当に喜んだ。あなたの夢を応援とするとまで言ってくれた。こんな出会いさ、望んでもできるようなもんじゃないぞ。4年後、俺が就活に失敗して田舎に帰ろうとしたとき、先輩は再び俺の前に現れた。そして、こう言ったのだ。サツケー君、東京に残って挑戦を続けませんか？サツケー君は小説を書くだけでいいんです。私が応援しますから。その日以来、俺はミサ先輩と二人暮らしをしている。わ、理想的な紐の形出来上がっている。彼女の収入に全面的に依存して。これ家事ぐらいせんかったらぶん殴られるぞ、これ。普通。先輩、何ですか？この1万円。5日後にあるんですよね。ライトノベル新人賞の締め切り。トラウ出版社の新人賞。締め切りは5日後の23時59分だ。ただ、出そうとしている作品は全然完成していない。5日間必死で書けば何とかなるかもしれないが。小説を書くためには気分転換とか資料を買ったりとか必要でしょ？このお金で、せつけくんの小説をいいものにしてください。ありがとうございます。パチンコ行ってきます。これでパチンコ行くって、相当クズなムーブなんやな。体調的に相当クズなムーブを期待されたんやな。あ、私もう出勤しなきゃ。またね、さつけくん。もう結婚しろっていうレベルの中や、これ。先輩、働く必要がないから、資産があるのに仕事してるんだよな。きっと今の仕事が好きなんだろう。俺には考えられないけど、クズ言うな。俺には考えられないけどっていう言葉が出てくる時点でもうすごいクズなんやけど。やばい、この二人同じ屋根の下に住んどるくせに全然人間としての出来が違う。もう最上級の人間と最底辺の人間が一緒の家に住んどることがなぜかおかしい。とんでもないゲームだったわ、やっぱ。スタートの時点で。これから5日間、ショーに応募する小説を書いたり、外でミサのお金を使って気分転換をしたりしましょう。いや、むしろ、後半の方がメインだろ、これ。どう考えても。タイトル関してどう考えても後半の方がメインだろ、お前。そう、いざだってるやろ、作者さんが。あなたの行動で、進歩、カルマ、ラブが変動します。各パラメーターの数値で、どんなエンドを迎えるかが決まります。エンドは全部で5種類です。執筆に集中して作品を完成させるのもよし、もらったお金で遊ぶのもよし。これを5日間をお楽しみください。はーい、じゃあもう別に何をしてもいいってことやけんな。好きにさせてもらうからな、俺。寝るだけで1日終えてもいいんや。何でもなんなら。もう紐どころかニートやもんな。こうなってきたら遊ぶぜ。気分転換をしよう。どこに行こうかな。この辺りにあるのは本屋と。もうタイトル回収してくるからな。もう開始10分もたたんうちにタイトル回収してきてるからな。パチ屋に行くって。行くぜ。もうタイトル通りに行かんかったら作者さんに失礼やけんな。ちょっとだけさ、ちょこっとだけよ。気晴らしにしたら小説だってうまく書けるさ。だから必要なんだ、パチンコの音がな。俺の耳にパチンコの音が必要なんだよ。あのパチパチパチってね。パチンコ玉の弾ける音がね、俺の興奮の材料なんだよ。入った。ヘブンやって。ヘブン。
店主を名乗るな、このパチンコ屋。店内は相も変わらず騒がしい。俺は迷いなく頬を進め、迷え。自分が好きなアニメの台を選んだ。パチでしか流れない曲があるんだ。俺はそれを聴きに来ただけ。言い訳も見苦しいな。ただその曲を聴くには勝たなきゃだけど、金出すな、摩擦出すな、雪地を出すな、お前。いや、ミサ先輩から以外の金があるんか、お前に。ないだろうが、使え。だ大丈夫だよな、演出が見たいだけだし、ちょっと当たったら帰るし、大丈夫大丈夫。逃げちゃダメだ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 。とんでもないクズの新宿でできました。入れた。パチンコってさ、そのまま直で1万円入れてやるもんなんこれ。俺行ったことないけど分からんけど、アイドルバスターが超ライブ2、通称アイバス2は人気アニメが建設のパスクじゃ。演出にもアニメの名シーンがふんだんに盛り込まれており、特に脱線しかけたサリという脱退しかけたサリというキャラが復帰するシーンが流れると大技になる。とにかくその演出が流れることを祈ろう。リーチ、もうリーチ来た。うわ、リーチ演出、サリのシーンだ。来い来い来い。もう手を取れー。あー、8。くそ、ざわ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 。リーチは後外れ、その後も当たりが出ることはなく、ミサ先輩からもらった金はあっという間に溶けてしまった。くそくそ、何してるんだ俺は。小説も書かないでこんな。帰ろう。カルマがかかった、カルマがかかってしまった。ただいま帰りました。お帰りなさい。お疲れ様です。せつけくんこそ一日中小説を書いていたんですよね。ああ、胸が痛む。主人公はどうかは知らんけど、俺は善人な人間だから、善良な人間だからめっちゃ胸が痛むんや。主人公はどういう反応する。疲れを癒すために美味しいご飯作っちゃいますよ。わ、じゃあ料理も彼女がするんや。仕事して料理もするんや、この子。召し上がれ。今日はすつけくんの好きな照り焼きチキンですよ。うまい。やっぱりミサ先輩の料理は最高です。罪深い味だ。GG パチンコやってた俺が食ってはいけないものなのに食っている。食う資格なんか俺にはないのに。でも先輩、仕事の後に料理は大変でしょう。俺が作った方がいいんじゃ。うんうん、私料理が好きですから。それにセスケ君が褒めてくれると疲れも吹き飛ばす。先輩、いや、やめろ。そんなこと言うたら、そんなこと言うたら俺が甘えてしまうじゃないか。俺はこうしていていい人間なんだっていう迷っちまうじゃないか。進みました。進みましたよ。進みましたよ。よかった。進んだんですね。困ったことがあれば、どんなことでも相談してくださいね。軍資金が足りないんですよ。軍資金が足りないんですよ、ミサさん。俺には、もうちょい軍資金が。いや、確かに、小説が売れれば返しますから。軍資金が。ああ、ラブが成長した。なぜラブが成長するのだ、ここで。先輩、少し態度が変だな。進んでいないのに進んだって嘘をついてから。変なとこで勘かぶりがする。買いかぶりしよう。わあ、新しい服装になった。服装のバリエーションがあるんじゃ。おはようございます。はい、これ今日の分です。お昼は冷蔵庫にありますけど、外食しても構いませんよ。サイト、通販サイトは私のアカウントを自由に使っていいですから活用してください。何それ、通販サイトって何、そんなのも利用していいんですかこれ。買い物をするのが解禁された。
買い物はミサのラブを大きく上げられるプレゼントが買え何それなんでプレゼントここで買うかなってかね。例えば気になる本を買うとか、気になる本って何ですか、エロ本ですか、本か。最近読んでないな。ライトノベルも好きだったのに全然触れてない。小説読んでるとつまらなかったら、なんでこいつが俺より人気あるんだってムカつくし。ああ、とそういう方面でのクズでもあるんだな。ネタムタイプのクズでもあった。面白かったら俺はなんてダメなんだって感じで、結局話が頭に入らないんだな。卑屈な人間じゃ、精神ねじ曲がってるな、切なケイスケ。おい、じゃあ行ってきます。お前が小説書いとっていいもんなんかなって感じ。じゃあ早速買い物するもんね。たっかー買えるか、アホみたいな金額のものが。待てーだ、ビッグぬいぐるみ10万円ってお前どんな素材使ったんだな。ただでかいだけで10万もするか、どんな素材使ってんだお前。いや、そんなでかいだけで10万円もするもんか、ぬいぐるみって。うん、どんだけでかい、ガンダムサイズなんて18メーターあるんかな。そんなくぐるみ誰が買うんだって話だけどな。セーブしとこう。今日もパチンコ行くぜ、頼むぞ。来たー。いや、早いな展開が、早いな展開が、手を取れ、早いなおい展開が。ダメかーい。同じ数字やし、これくそー、結局何もないまま弾を打ち尽くしてしまった。展開が怒涛のスピードなんやけど、お前打ち切り前の打ち切り寸前の3話ぐらい見やんかね。すごい展開早いな、おい。どうしたんだ、カルマが上がってしまう。これではカルマが上がってしまう。同じ11を過ごしてしまった。ただいま帰りました。このメッセージすらも一緒やけどな。グラタン、マジか、仕込みまでしてんの。4年がなさすぎるこの女の人、すごい美人でおっぱい大きくて、てかおっぱいでかいな、めっちゃほんま。スイカやん、メロンやん。お、楽しみですね。僕はあなたのおっぱいが食べたいですけど。なんか控えたような顔になっているが、あれ、セツケ君ってよそよそしくないですか。え、そうですかね。いや、え、そうかな。そうです、その敬語とか。ああ、敬語やめてほしい感じね。あ、でも先輩やけんな。あ、でもそれ以上の関係になりたがってるって感じやな。この女、それ以上の関係になりたがってるってことか。うん、見えてくる、見えてくるぞ。この人は俺に対しての信頼感が半端ないってことが。もっと砕けた話し方でもいいんですよ。先輩こそ敬語じゃないですか。これは家の教育で誰にでも敬語を使うのが抜けなくて、もう私のことはいいじゃないですか。とにかく敬語使わないのできませんか。努力するよ。あ、意外と照れるかも。まだしばらくは敬語でいいかも。めんどくせえな。ちょっとめんどくせえな、あんた。けど可愛いな、このぐるぐるした目とか、頬をあがらめどうどのことが可愛いな。ミサ、呼び捨てしてる。大胆だった。一気に反撃に出たな。やめてーす。ちょろいな。ハートが出方が、プラスの量が増えとるし、前より。この人何をせんでも愛を育めるな。あー、服装まだ変わってる。この人服装のボキャブラリー素晴らしいな。ファッションセンスもいいとは。この人火のつけどころないんじゃん。おはようございます。はい、今日の分ありがとうございます。せつけくん、映画に興味ありますか。うわ、誘ってきてるな、これ絶対映画のお誘いだな。今、人生を歩き始める方法という映画が公開されてて、
よかったら、何その、俺にぴったしよって映画何それ、やめろ、そう回しに俺のことを構成させようとしてるな、お前。ああ、デライティッド?あ、英語のタイトルか。へ?映画の現代ですよ。放題嫌いなんで。人生を歩き始める方法って、キラキラさせちゃいいと思ってますよね。あと俺、自分の作品に集中したいので、他のコンテンツは見ないでおきたいんです。誘ってもらって悪いですけど、クズだせっかくの、パートナーの誘い、こんなにクズに、お前パチンコ打つくせに、どうせ今日もパチンコ打ちに行くくせに。こっちこそごめんなさい。じゃあ仕事行ってきますね。それでほんまにさ、執筆しに行くんだったらわかるよ。今の言い分通るよ。でもパチンコ行くもんねまたこの曲聞こえてきた。頼むぞ !3 日目だぞ、お前。そろそろパチンコ屋の店員さんにも常連だと思われるぞ、お前。だから、頼む展開が早い、展開が早い、ドドの展開。あ、来たー来たー、とうとう来た、3日目して。よし、打ち方を変えて、来るぞ、アンコール。プッシュ。なんもなかった。ちょっと進展があったっていうか、いけそうな気がするな。合うと思いますみたいな、天心木村な状態になってるけど、そこで止まったか。結局戦果は残せずか。なんだ1万点に、え、戻ってきた。あ、一応プラマイゼロで済んだんじゃ。ちょっとだけ買ったんやな。換金してプレゼントを買ったって高えんだよな。そうか、パチンコで勝てばこの辺も買えるんだ。で、ラブを一気に上げれるんだよな。そういうシステムなんじゃ。はぁ、あ。知るかー、投入じゃ来いやー、リサ、手を取れ、リサ、何回手を伸ばしたと思う。来たー、バースターアイドルバースター、アイドルバースター、アンコールプッシュ。なにー、ダメかー。あ、でも1万返ってきて、なんだこのエンドレスな1万なんだ。このエンドレスな1万なんだ。カルマ貯めるぜ。どうした、リーチ、フェアタキだー。リサ、何回手を伸ばしてると思う、こっちは。もうこの手の伸ばしっぷりは、当たらんかった。今回は当たりすらせんかった。くそー。何回も手伸ばしとるだろうに。くそ。俺は、前原圭一並みに手伸ばしとるぞ。フルーベでいかに何回も手伸ばす。世界観に関わっては何回も手伸ばしとるぞ、お前。くそが。カルマが50になってしまった。100枚溜まったら偉いことになりそうな気がする。カルマー。ただいま帰りました。いただきます。なんか質素な会話になってない？なんか、えらい質素な会話になってない？ほんまはミサさんが言った、よそよそしいっていうことがちょっと分かってきた気がする。なんですか？じっと見つめて。セスケ君の付き合いも長いなーって思って、あ、そういう感じ。確かに、5年近くになりますね。初めて会った時のことを覚えてますか？ええ、先輩と趣味があって、意気投合して。それなんだけどね、合わせたの、はっ？せつけーくんの好み、探偵に調べさせて合わせたんで、どういうこと、どういうこと、ちょっとそれ、つまり初対面以前に、あんた俺のこと知ってたってことだよね。探偵つこうん。その、浮気してるかもしれないで探偵使ったりはわかるよ。でも、赤の他人だった。赤の他人だった頃から何探偵使ってんだ、お前。初めてですよ。私、そんなのに依頼されたのって探偵も思ってるだろうな。マジか、漫画の趣味とか入る予定のサークルとか、そこまで。どうしてですか？一目惚れだったんですよ。わあ！せつけいくんがいいって、私にはせつけいくんしかいないって、そういう風に思ったんですから。ほう。先輩って、俺のこと、
好きなど、いやー、それは今まででわかっとるだろう、お前。好きじゃなかったら同棲とか、なんなら1日1万円も当ててこえへんわ。よっぽどの愛がなかったらそこまでせえへんわ。もう言う、もうどうすぎた愛やん、こんなん。てか、よう見たらカルマ、マックスまで溜まっとんやけど。これマックス50だったわ、カルマ。3日目にして、マックス50まで溜まってしまった。いや、そりゃなんとも思ってない男を養ったりしないだろうけど、でも先輩の周りにはもっといい男性が5万といるだろう。どうして俺なんかを。約束してください、小説家になるって夢を諦めないってこと。夢を諦めない。ドク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 、もちろんです。嬉しい、私夢を追いかけてるせつけいくんが好き。ま、俺は日中パチンコで当たりを追いかけてますけどね。このことを忘れないでくださいね。なんかあったわけでもないのにさ、好感度どんどん上がっていっきょるっていうさ、わあ、俺もこんな人生で生まれてきたかったなって思うな。4日目、ん？マンションからやたら親子が出ていった。なんだ？おお、また服装変わってる。毎日変わるな。おはようございます、せつけくん。あ、お祭り？近くの小学校でお祭り。あー、だからさ、親子が出て行っちゃったんじゃ。子供たちもお母さんやお父さんと一緒で楽しそう。あー、ちょっと恥ずかしいですよね。親と一緒にいるとこ、みんなに見られたり。あお前そんなんで恥ずかしがるような年か。私は羨ましかったな。私には使用人しか来てくれなかったから。あ、そうか。そういうこともあるんやな、金持ちって。親が忙しそうやしな、社長とかだったら。そうなんですか？はい。私は兄弟の中では一番落ちこぼれでしたから。わざわざ私に割く時間なんてあの人はなかったんですよ。あ、私もう行かないと。これ、今日の分です。今夜は、今晩はガレットとポトフを作りますからお楽しみに。はい、行ってらっしゃい。ミサ先輩の家族の話って初めて聞いた。先輩、あんまり家族と仲良くなさそうだよな。もうさ、1万もらったっていうメッセージ出てこんようになったからな、当たり前すぎて。もう当たり前だと思われすぎて。うん、カルマがすでに満タンになってますからね。恐ろしいな、このゲーム。もう俺も何も言わずにパチンコ行くわけ。とうとう。頼むぞ！もう何回見たれでしょう。親の顔より見た演出ですね、これ。ダメだった！何もなしか。何もなしなんか、この辺ってあれなんかな。もうこの完全に確率でさ、当たるか当たらんか誰にも分からんような状態なんかな。わあ、何もなかった。何の成果も得られませんでしたわ。そして4日目がもう終わろうとしている。帰ってきた。ただいま帰りました。明日締め切りですよね。かけてますか？あー、全然かけてない。あー、見てください。ミサさん、これ手の豆。これペン握ってできたんじゃないんですよ。パチンコを打ててね、できたんですよ。何も言えない。いえ、あまり、あまりじゃねえだろ、お前。全然だろうか、お前。すいません。毎日お金くれて、料理も作ってくれてるのに。俺は、謝らないで。諦めないで、マヤミキみたいな感じで言ってる。せつけいくんは、そのままでいい。私は、夢を描いてるせつけくんが大好き。うん、その夢さ、ぶっちゃけ小説じゃなくてパチンコに向いてる。私の隣でね。せつけくんは小説家になりたいんですよね。うん、もちろんです。俺はラドベ作家になるためにも書いてるんです。俺の夢は変わっていませんよ。それが聞けてよかった。
どの口が言ってんだっていう感じやけどな、刹那圭介。おい。どの口が言ってんだ、お前。この4日間、1回もペン握ってないだろ。あれ、待てよ。ラノベ作家って、パソコンで打つんか。あ、そうじゃ、そうじゃ。あれやな。文学少女でもさ、井上の子の方がパソコンで小説書きをシーンあったな。あ、あれか、ライトノベル作家とかにやったら、文章で書かんか。ああ。じゃあ、手に豆とかできるわけないか。そして、このラブです。今日と明日は執筆も大詰めでしょう。邪魔にならないようにしますね。いや、この人が邪魔したこと一回もないけどな。手助けこそはそれ、邪魔したことなんか一回もないけど。ええ。先輩のあんな表情、初めて見た。最終日じゃ。おはようございます。サスケイ君。おはようございます。今日が締め切り日だ。俺の作品は。サスケイ君、今夜できた作品を読ませてくださいね。もちろんですよ。やったー、楽しみにしてます。わあ、こんなタイミングでラブ増えるな。一日の開幕でラブ増えることなんかこれまでなかっただろう。お前期待してくれとるんやな。そこまで俺の小説に期待してくれてるんやな。頑張らなあかんな。頼むぞ。頑張ることが違う。頑張ることが違うぞ、刹那圭介。だから、リサ、サリだったっけ？サリか。リサ4秒、サリか。あー、バスター来た！ゴースバスター！ゴースバスターズ！サリー！サリー！期待してくれてんだ！先輩が、期待してくれてんじゃん！プッシュ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 ！アンコール！来たー！とうとう当たりちゃうん、これ。来た！このまま続け！アンコール！アンコール！プッシュ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 。あ、終わった。当たり終了か。まあいいか。結構入ってきたんじゃん。3万円きた !2 万円当たった。2万円買ったぞ。しかしね、プレゼント買えないんだよ、これ。アクセサリーぐらい買えたいな、最後の最後に。当たれー！カルマがなんぼのもんじゃ。サリがもうちょいお金を出してくれるまで。来い、バースター。この曲を聴くためにやいよって言うたけどさ、もう完全にこの曲どうでもよくなってないか。プッシュ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 、アンコール来た。アンコールタイム入った。来い、どんどん来い。続け続け続け、サリー。おい、プッシュ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 。いい当たりじゃ。また3万ちゃん。来た !500 万よっしゃ、あと100万で、アクセル買ってあげるぜ。手を取れ、バースター。あ、いける、バースター。アンコール来たー。アンコールだ、アンコール、アンコール、アンコール。おめでたい。もう当たるぞ、当たるぞ。こんな打ち続けよったらどんどん当たるぞ、こんな。うわぁ、めっちゃ当たってる。900万。あ、900万。何が900万じゃん。課題評価しすぎじゃん。ここまで来たらあと100万、100万じゃねえ。俺の、桁がおかしい。俺の口にする桁がおかしいけど。いけ、あと1万ぐらい稼いでみせるわ。当たれ当たれ、当たれ当たれ。手を取れ、バースター、バースター。もうこっちの流れじゃ、もうこっちのもんじゃ流れは。アンコール、アンコール、アンコール。プシ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 。あ、外れた。惜しかった。
まだだ、まだ終わらんよ。クアドロバジーナ出てくるよ。いらんとこでクアドロバジーナ出てくるよ。えい、ー、ママよ。え、当たらんな。やばい、流れがどんどんなくなってきよる。まだだ、まだ終わらんよ。注ぎ込め、注ぎ込むんじゃ。来い、大当たりが来たら逆転できるぞ。あー、バーサーバーサーバーサーアンコール、さすが最終日じゃ。あ、終わった。あー、なかなか大金が手に入らんな。あと2万円だ、あと2万円なんじゃ。当たれー、来い。あー、なんだ、流れが全然来へんようになってきてしまった。注げ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 。おい、バーサ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 、アンコールアンコール、来い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 、来たー出たー、これは来た。注ぎ込め注ぎ込め、アンコールアゴー、これはでかいこれはでかいこれはでかいじゃあやったー、11万になってしまったこれはぬいぐるみを買える、やったよ先輩やったよ先輩、ただいま帰りました。せつけくん、今日もお疲れ様。お帰りなさい。そうだ、ミサ先輩にプレゼントを渡そうか。当たり前だろうが。アロー先輩、これ。え、わー、大きい、かわいいぬいぐるみ。それにすごく大きいですね。そうだろう、18メートルあるんだ。原水大ガンダムだぞ。静岡にあるんかって思う。子供の頃、クリスマスの日を思い出すな。先輩はクリスマスプレゼントを豪華なものをもらってそうですよね。そうですね、あの頃はまだ期待されて大切にされていた頃。でも今は私、せつけくんに大切にされてるんですね。私、泣いちゃいそうなくらい嬉しいです。ありがとうございます。これ先輩の金で手に入れたんだけどな。けどその先輩の金を大きくしたのは俺やけんな。俺の金じゃ、元では先輩の金かもしれんけど、俺が金稼いできた金だからな。言わないでいこう。はい、ラブマックス。ラブマ25。すげえラブだ。ラブもマックスになってしまった。カルマとマルラブが。俺は、この5日間、何をしていた？小説も書かないで、先輩にもらった金を溶かして。こんな生活ダメだ。本気でラドベ作家になろうとせず、先輩に甘えるなんて、今になってようやく目覚め始めてきてるよ。先輩に見放されたら、即、路頭に迷うし、やっぱ、地元で就職した方が、いいよな。あれ？これ先輩から、先輩と別れるルートに入るんかな？もうすぐ、夕飯できますよ。あ！よし。夕飯の時に、この家を出るって、いいよ。せつけいくん、何かありましたか？え、いえ。気にしないでください。言えるのか？この横に及んで俺が言っていいのか？お待たせしました。いただきましょう。はい。いただきます。やっぱり先輩の料理って美味しいですね。えへ、せつけくんの好みに合うように頑張りました。それで、ミサ先輩、言いたいことがあるんです。何ですか？紐なんていない方がいいでしょ。俺、実家に帰って就職先を探します。今までお世話に。あおフォーク！何を？今、なんて言いました？いや、だから実家に。私がいなくても生きていけるんですか？私がいらないって言うんですか？お父様みたいに。
私にプレゼントまでくれたのに、あれはその気持ちだったんですか。ああ、本当だ、プレゼントあげたわ、俺。10万のプレゼントなんか好きでもないのにあげるわけないな、そういえば言われてみれば。でもパチンコで稼いだ金だから愛があるのかは微妙ですけど。違うんですよ。いらないなんて一言も。一緒です、一緒。スーツケイ君が私なしでも生きていけるようになっちゃったら、私が生きてる意味なくなっちゃうじゃないですか。先輩、どうして、に、逃げ、あれ、頭がグラグラする。ん、まさか料理に。あ、聞いてきた。ちょっとだけお休みなさい、せつけいくん。うわぁ、先制攻撃じゃ、先手を打たれた。何時間経ったのだろう。ようやく目が覚めた。足に力を入れて立とうとしたが、それは叶わなかった。俺の前には笑顔のミサ先輩がいる。おはようございます、鉄拳くん。え、あの、これごめんなさい、両足の剣切っちゃいました。何やってんだ。剣アキレス剣切るん。えげつないことしやがるな。でも大丈夫ですよ、私お仕事も辞めます。これからは毎日ずっとくっついていられます。は、そんなの。お金は心配いりません、私資産運用とか頑張ってるんです。一人でも、うん、養う人がいても大丈夫なように生きてきました。なんで俺をそんなに気にかけるんですか。俺はもらった金全部ポチに突っ込むクズですよ。うふ、変な節計くん、分かりきったことを聞くなんて。だって家族にすら見放された私を本当に必要としてくれるのは節計くんしかいないからですよ。だから私はあなたのためなら何でもします。それで俺の足を破壊するのか。狂ってる。どっちもどっちや。俺も狂ってるけど。そうだ、お腹空いてますよね。いや別に空いてるわ。かわいい、お腹さんは嘘をつきませんね。はい、どうぞ、熱いからフーフーしますよ、召し上がれ。怖い、だが腹が減っているのは事実だ。気づきからかなり時間が経ってるらしい。はーん、いただきます。お味はどうですか。おいしいです。赤ちゃんは敬語使いませんよね。赤ちゃん扱いしてんじゃねえな。なぜだ、なぜ赤ちゃん扱いを。おいしい。よかった、ミサ先輩は今までで一番満ち足りた笑顔を見せた。数ヶ月後、おはようございます、朝ごはんですよ。うん、バブバブ。ふうふう、はい、召し上がれ。おいしい。うん、おいしい、バブバブ。ありがとう、ミサ先輩、バブ。ミサお姉さんでいいですよ。お姉さんになっちゃった。お姉さんと一緒が始まってしまうと。ミサお姉さん。そうそう。キャッキャッキャッ。やばー。幼児対抗。ミサお姉さんは優しい。ここには辛いことがない。僕は幸せだ。バーブバーブー。紐ではなくなったけどさ。ある意味紐ではなくなったけどさ。ある意味は紐ではなくなったかもしれんけど。待って、僕は赤ちゃんだもん。守ってあげたい、その笑顔。とんでもねえな、このゲーム。